デリバリーヒーローはオンラインフードデリバリーサービスを提供する多国籍企業。ドイツベルリンに本社を置き参加ブランドを通じて世界40カ国以上でウェブサイト及びモバイルアプリケーションを運営しているフランクフルト証券取引所上場企業。2007年からオンラインフードデリバリー事業を施行していたスウェーデン出身の元経営コンサルタント ニクラス・エストベリを中心として、ベルリンのインキュベーターであるチームヨーロッパの支援のもと、2011年5月に RPG ・インターナショナルホールディング、GMBH の社名で会社を設立、デリバリーサイトリーフランドでの運営を開始した。会社設立当初から、国際規模でのフードデリバリー事業展開を目標とし、翌2012年内に、スウェーデンやイギリス、ドイツの同業を買収。 投資家から調達した資金により、2014年6月、ウルグアイの同業、ペジド社を買収し、ラテンアメリカ地域に、進出、12月には、韓国のベデルトングの主要株主となり、運営ブランドのギーを参加に加えた。2015年2月から3月にかけ、ドイツのベンチャーキャピタルのロケットインターネットは、デリバリーヒーローの38.5%の株式を、 取得し大株主となった。続いて、同年5月に、トルコに拠点を置くエマクセペティを5億8900万ドルで買収し、中東地域に進出した。2016年12月、東南アジアに基盤を持つ同業のフドパンダを、ロケットインターネットとの株式交換により、参加に加えた。2017年5月、南アフリカの投資会社ナスパーズが、 デリバリーヒーローの株式の1割を取得。6月にデリバリーヒーローは株式上場企業となったが、9月にナスパーズはロケットインターネットの保有株式を買収し、デリバリーヒーローの最大株主となった。2018年12月、ドイツ国内事業をオランダの同業テイクアウェイドットコムに売却した。2020年1月、韓国の同業ウーアブラザーズを買収し、 運営ブランドのペビンを参加に加えた。現在、各国のデリバリーヒーロー現地法人を通じ、参加ブランドのデリバリーサービスを統括している。地域別の売上では、アジア及び中東地域が全体の4分の3を占めている。括弧内は、デリバリーサービスが利用できる国、地域を示す。日本では2020年5月、デリバリーヒーロージャパン株式会社が設立され、 同年9月17日からフドパンダのブランドでサービスを開始した東京にオフィスを持つありがとうございます。